数条氏は中華人民共和国産当初、最年市に位置する研究史。儒教では孔子に次ぐ重要な人物で、亜生とも呼ばれる孟子の出身地として知られ、国家歴史文化名城にも指定されていることである。大義産無役の南端に位置する。年平均気温は摂氏14度、年平均降水量は771ミ、mm、リメートル。青春の頃には、 地国があったが、後に国と改名した。旗は県を置き、三国隆市に数県と改められた。1992年に県が廃止され、市となったが、その際に数県から数条市に改名されている。1994年には国家歴史文化名城に指定された。数条の経済のうち主導的な地位を占めているのは、石炭で炭鉱と、 火力発電が主な産業である。数条の石炭埋蔵量は巨大で、品質も良く、陸上交通が支便で大消費地や港湾へも運送しやすいため、数条市に誕生した、円州スス業講師は、中国の石炭企業の中でも、経済効率の高い企業となっている。円州スス業の本社や所有する炭鉱の多くは、数条にある。円州スス業は、加藤でも、 最大の石炭生産量を誇り、採掘された石炭は輸出用、または中国国内での発電用に回されている。また石炭専用の鉄道が市内の炭鉱から数軒電承及び三島省の港湾へとつながっている。数軒電所は中国最大級の火力発電所で、発電容量は420万キロワットに達する。 北京と上海を結ぶ稽古線や稽古高速道路が市内を通り、陸上交通は市弁である。また西商港、連ンク港、京区以大運河からも近く内陸水運や海運などにも便利。下部に三海道、十三鎮を管轄する。通常は孟子の故郷として有名である。孟子は儒教の中でも孔子に次ぐ思想家であり、後世の人々からは、 阿勢と呼ばれ、敬われてきた。数条は北にある、極富士と、並び、高網、総和ずの国と呼ばれている。このため文化を重んじる気風は、色濃く、正さひ王山、中町等などの文人が多く排出されている。現在、数県城内には孟子を祀る、阿勢殿などの殿閣が並ぶ孟病、孟子の末裔の一族が住む孟府、孟子や孟村、既村。 祝村らの墓林であるもう林が残る。市街地の西北には鉄山及び、高山の間外石国があるほか、孔子、孟子、旗始め皇帝、幹部帝らも訪れた、山などの史跡が位置する。山には思考7国籍の一つがあったとされる。毛病と、毛布、及び、鉄山、岡山間外石国は、全国重点分物保護単位に指定されている。 ありがとうございます。